フェルナンド・ハビエル・サウセド・ペレーラは、ボリビア・サンタクルス県サンタクルスでラシエラ出身の、プロサッカー選手。リーガでフットボールプロフェッショナル・ボリビアーノのクラブ・ホルヘ、ウィルス・テルマンに所属している。ポジションは MF。2005年に、オリエンテ・ペトロレロの、ユースチームに入団。2010年シーズンにトップチームに昇格し、プロデビュー。2014から15シーズン途中に CD。 ウアビラ2ー席2015から16シーズンからは、クラブホルヘウィルステルマンでプレーしている。2009年に U-20 のボリビア代表として、南米ユース選手権に出場。2016年にフル代表デビュー。コパアメリカセンテナリオ、コパアメリカ2019に出場した。2016年3月の 2018FIFA ワールドカップ。 南米予選のホームゲームでの対アルゼンチン戦の試合前、ボリビア代表の選手団は、アルゼンチン国家の成唱中に、アルゼンチン代表の選手団に握手を求め、驚いたリオネルメッシが握手を拒否するというハプニングが発生した。試合はアルゼンチンが2-0が勝利したものの、試合後にもまた一騒動。今度は、ボリビアの選手団がメッシに群がり、ユニフォームの交換を、 お願いするというハプニングが発生した。最終的にメッシはサウセドにユニフォームを手渡し、サウセドは記者会見で満面の笑みを浮かべた。ありがとうございます。